皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日は YouTube に送っていただいたコースを遊んでいきたいと思います。最初はこちら、ひたすら落ちていくゲーム、サツヤさんという方のコースですね。確かずっと前にゆっくりの方にコースを送っていただいたような気もします。別のコースですね。では早速やっていきます。クリア率 0.9%、 結構やばいです。ひたすら落ちていく、あ、なるほど。時に当たらないように多分上から落ちてくればいいんですね。でも扉入ってすぐのところは足場あるんだ。これは優しいかな、優しさだと信じます。ほっほっほっ、くるくるやって降りてくればいいのかな。ヒップ耐久でもいいのかもしれないですけど、あれ苦手なんで、くるくるでちょっとやっていきます。ほっほっほっ、あ、やばい、当たっちゃった。どのぐらい続くんだろう。長いとやばいな。よし、ここまでで3ステージ。ここは右側はやばそうなんで左かな。でも罠だったりして、あー難しい。でも左側の方がやっぱりいいかな。はい、さっきのところまで戻ってきました。4番目のところですね。もう一度左側から行ってみます。くるくるくる、ちょっと左側、オッケー、ドカン、あ、中間ありがとうございます。これでまた一回当たっても大丈夫。よいしょ、さっきも戻るときに何気に一回当たっちゃってるんで、ここが5つ目か。次6個目やっていきます。右か左か、左、よし、あ、いや、なんでそんなところに当たるの。とりあえず当たっちゃったらもう落ちるしかない。7番目。これも左だな。左から真ん中寄り。ああ。うん、でも、左から行って真ん中寄りに降りてくればいけそう。キノコじゃない。キノコがない。キノコがないよ。よし。ここが何番目だかもう分からなくなっちゃったけど。オッケー。さっきのところかですかね、やられたところ、また真ん中寄りに降りていきましょう。オッケー。あ、扉入る前に下の様子ちょっとだけでも見れますね。これ左側はやばいな。でも右側分からないからな。右行きますか。ほっ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 、あ、右正解。これは左から 1,2,34マス目のところ通れそう。あとは上がどうなっているか。ここまで大きい状態で来られていればいいんですけど。オッケー。土管ということはまた中間か。お、これは助かった。できれば大きいまま決めちゃいたいんで、一回やられちゃうとチビマリオになってしまって大きくなれないんでね。慎重に慎重に慎重に。無理無理無理、何この時の数。これ怖いよ。なんか急に難易度上がってませんか。あ、そうでもなかった。お邪魔します。まだ続く。もう中間2個あったから。ほっ、よいしょ。あー惜しい。多分ここまで大きい状態で来れていれば、あそこのおまけみたいなところを叩けるんでしょうね。よいしょ。これ中間後のところが一番難しくないですか。この一マスのところ、今抜けられたの偶然ですよ。次行ける気がしない。よし、ここは簡単で、ここさっき右から行ったんだったっけな。今度は左から行ってみましょう。オッケー、抜けられた。ここ欲しいけど、まあしょうがないですね。よし、なんとかゴールすることができました。2つ目の中間以降、急に難易度が上がりましたね。ひたすら落ちていくゲーム、サツヤさん、お、ベストタイムいただきました。ありがとうございます。ではいいねして次のコースをやっていくる。では次はこのコースをやっていきたいと思います。
戦車を乗り越えてマリオ3のコースですね。注目の普通から選んでます。クリア率 14%、まあ、割と優しいと思うんでね、一発サクサククリアをいつも通り目指していきたいと思います。なんだ、優しいコースかと思ったけど、キノコ取れなかったっていうか、いきなりやられた。これ 14% マジですか。やばい、あのボム兵が来る前にキノコ取らないと。危ない危ない危ない。あ、でもこれ面白いかもしれない。本当にマリオ3っぽい感じが。お、上、これ隠し、オッケー。うん、こっちの方が絶対簡単。ちょうど、あ、でもな、この赤い砲台って見てからの反射だとなかなか間に合わないんで、ある程度先にどこにあるか予測していかないと厳しめですね。あ、これキノコでしょ。あ、違った、ファイヤー、なんて優しい。このパタパタは踏む必要があるかもしれないんで、この土管を入る。あー、なんかありましたよね、マリオ3のあの8のいくつだか最後の方に、あの黒いでっかい土管みたいなのから大きな砲弾が出てくるの。あそこ好きでしたね。よいしょ、チョロップはちょっと始末していきます。ん？あ、制限タイムがあと70秒しかない。タイム意外と短かったんですね。こういうコースにしては珍しいような。あ、やばい、葉っぱ取れない取れない取れない、葉っぱ。よいしょ、上から行きます。ほほ、ジアップ、あんまりいらないけれど、でもありがとうございます。お、これブンブンでもいるんじゃないですか。入れない。なんだ、ここゴールかと思ったのに。あ、そうかそうかそうか、こっちだ。オッケー。いやー、これいいコースですね。本当にマリオ3のあの戦車のコースやってるみたいで、マリオ3またやりたくなっちゃいました。 Get over the tank、 クリアしました、ありがとうございます。あと3秒か。でもまあいいでしょう、次やっていきましょう。はい、お待たせしました、次こちらですね。今度は注目の難しいにしました。フレーフレーマリオアルプス1万弱、演奏系でもクリア率 7% なんですよね。 A バーバさん、やっていきます。なんだなんだなんだアルプス1万弱って言ったら、あのよく幼稚園とか小学校とかでやるあれを思い出しますけれど、踏んじゃっていいのかな。よいしょ、ん、おお、すごい仕掛けがよくわからないけどすごい。ほほ、え、来ちゃったけどよかったのかな。お、さあ、え、わかんないわかんない、とりあえず土管入っていきましょうか。キノコ、そして強制スク、ということでいきなり演奏系のコースになってました。あれ、普通にバネに押されていればよかったんですかね。ちょっとビビって動いちゃいましたけど、もう一回やってみますか。あ、よいしょ、
はい、やられました。まさかのやられるオチでした。よし、あ、スターもらっていこう。よし、これで今度は一気に進んでいきましょう。ん？鍵扉。え、もしかしてあのバブルの誰かが鍵持ってた？え、嘘でしょ？え、やめて。え、嘘。え、鍵？誰が持ってんの？ちょっとまさかの演奏コースでクリアできなかったらどうしよう。これが 7% の正体か。やばいやばいやばい。やばい、本当にわからない。これは何も関係ないですよね。だってね、あれやばい、ハマった。え、ちょっと待って、本当にわからない。よし、ここが本当にわからない。とりあえずスターとかで倒せないあのブラックパックのところで投げてみますか。お、あー、上のやつ倒せなかったか。やっぱりあのバブルかな。スター取って花ちゃんも倒さないとな。お、行きましょう。花ちゃん倒しいの。よいしょ、バブルバブルバブル、早く出て。倒せなかった。本当にわからない。あの演奏系の中で鍵持ってるやつなんていましたっけ。参ったぞ、これは参ったぞ。どうしましょう。こ、どうすればいいの。え、これってスターは復活しないですもんね。よいしょ。まさかのまさかの演奏系コースでハマる。ちょっと待った。よーしょ、やり直します。セーブしてみちゃえば簡単なんですけど、さすがにまあそれはちょっとねと思うので、このままやっていきますけれど、これで見つけられなかったら諦めるかもしれない。よいしょ、よし、ギリギリセーフ。とりあえずまずはブラックパックンしかないよな。あの上のやつ倒したい。でもタイミングが難しい。あ、直接ぶつけちゃえばいいのか。あ、ダメだな、直接ぶつけられないな。よいしょ、ほ、あー、また倒せなかった。どうしよう。とりあえずさっきのこの辺の花ちゃんは持ってないのが分かったんで、この辺の花ちゃんはスルーしていきましょう。こいつは倒してなかったな。じゃあ行きます。鍵持ってない。あ、持ってた。いや、さっきまでこいつ倒せてなかったのか。やられたな、これは。あ、嘘。でもまあいいでしょう。オッケー、これでもゴールできる。これでできなかったら笑っちゃう。ノコノコが持ってたってことはスピンジャンプでも OK ってことですからね。よし、よし。でもあれ、何もヒントなし。ヒントくださいよ、制作者さん、お願いしますね。なんかヒントあったのかな、サムネとかで。気づかなかっただけ。そしてここも罠っていうか、勝手に罠にしちゃいました、自分で。怖い怖い怖い。バウが降ってきて、どうすんの。ちょっと待ってくださいよ。もうここまで来てやり直したくないんで、超ビビリプレイでいきますよ。ほっ、ほっ、
これでいい？あ、嘘はまった。え、どうするのこれ。ここまで来てなおクリアの仕方がわからない。はい、戻ってきました。で、どうするの。この扉だってやり直しようでしょ。よくわからないけど、こうやって少しずつ壊していけ。え、でも鍵は誰が持ってんの。このバブルか。オッケー。で、ここに入りたい。どうすれば入れるか。どうすればいい。どうすればいいのこれ。わからない。本当にわからない。足場にできるもの、あのボムヘッド足場にして入れるんでしたっけ。いや、入れないですよね。まい、あ、これだ。これで壊してもらおう。ここで壊してくれるの待ってるので、少し多分カットします。これやばいね、動画的にやばいね。うそー。でもな、さっきあいつにやられてるからな。鍵は持った。これでカーブを大きいの、なんかそのままゴールしちゃいたい気がもうするけど、よかった。え、あ、びっくらこいた。いや、もうちょっと信用できない。よし。嘘でしょ。今までいろんなコースやってきましたけど、このクリア率でこんなに苦戦したの初めてですよ。信じられん。なんでみんなあんなに高いクリア率でクリアできるの。ちょっと、よし、お邪魔します。あ、やばいやばいやばい。ほっ、これでまたバブルを倒さないようにいろいろ気をつけて、あ、バブルは倒すんだな。いろいろややこしい、ここ。はい、こうやって入り直して、よいしょ。これでもう一個道を作っての、ドア入り直しての、トゲかぶって、今度はパウを取って、よいしょ。はい、お邪魔します。いいよね。 OK。 さあ今度はどうするか。もう信用できない。今度は下を行く。よし、ドキュメントかぶってるし、なんかデッティウがいるけど、もうダメ。デッティウなんか信用できない。オッケー、これで行った。マジか。あー、やっとクリアできた。これは何なんでしょう。発想力が悪いのか。フレーフレーマリオアルプス一万尺。なんでこんなに時間かかったんだ。とりあえずクリアしました。ありがとうございました。そうですよね、クリア率 7%。 それでなんでこんなに苦戦したんだろう。いやー、ちょっともうちょっと考え方とか柔軟にしないとダメですね。サムネの右側の方のクリボー、あいつにやられましたね。バーバさん、ありがとうございました。今度リベンジさせていただきます、別のコース。では今日はこの辺で終わります。次回もまたよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるクール。
今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。